皆さんこんにちは、みずきあんの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は些細な幸せ、日常で感じる些細な幸せの電車バージョンを、青の思う些細な幸せの電車バージョンを紹介したいと思います。バージョンとか言ってるけど、まあ今日初めてなんですけどねはい、あ、これはゆる動画やから、ちょっとゆるくいこう。まず電車で思う、電車で思う些細な幸せ、一番は両思い切符が出た時。なんか別に両思いの相手がいなくても、なんかちょっとテンション上がる。今日いいことあるみたいな。両思い切符しないとは、例えば電車ってさ、下に4つの番号書いてるやん。例えばその4つの番号を10に足したらいいねんでっていうゲームとかもしてると思うと思うけど、じゃなくてその4つの番号の最初と最後の文字が一緒やったら、この真ん中の数が両思いの何パーセントっていう意味で、例えば9369とするやん。9369やったら 36% の両思いですっていう意味があって、なんかそういうなんかちょっとしたことが嬉しいよなって思う。はい、で次2個目、青が思う電車で、青が電車で思う些細な幸せ2個目は、一番最初に改札を出れた時。なんやろあの幸せ。なんかこう自分の中でちょっと争ってんねんや。こう改札出た瞬間がスタートやねんけど、改札をちょっと頑張れるっていう日とか、ちょっとなんか一番に出たいなっていう日があんねん、青の中でな。んで、なんかそういう時はもうそのドアのこう、もう分かるやん、何回も乗ってきたらさ、何番出口が階段に近いとかね、そういうの場所にちゃんと行って立って、開いた瞬間にもう勝負始まり。でもそこで走ったらあかんねん、走ったら青になるからあかんくて、こう早歩きして行って、こうなんだ、早歩きしてってでもやっぱ大股とかで、あの階段をズンズンって上がってくる人がおんねんやん。だけどそれに負けずに、あ、もうちょっと早歩きだこれで歩いて、こうピッて青が押した瞬間に、青が一番最初に出るやん。ピッピッって青が出たら青の勝ちやねん。けど違う人がもうピッて行っちゃったら、2番目とかやったらちょっと違うねん。あれ1番になった瞬間、ちょっとなんかシャッていう些細な幸せがあります。画面が青の頭の中で勝手に妄想してやってるだけやねんけどなはい、なんかちょっと盛り上がりすぎてごめんはい、次、はい、3つ目は、親子とか学生が2人で、まあ3、まあ2人で入ってきます。青が、す、まで最初から言うな。青が電車に座ってて、例えば両端に空いてるとします。両端椅子が空いてんねんな。んで、誰かが乗ってきました。親子や家族とか、友達とか、まあ親子としては親子2人が乗ってきました。そうしたら子供が青の左に座りました。なら親は立つやん、目の前に。大体の親って立つやん、目の前にな。なんかその瞬間、青がちょっと寄って、どうぞって言って、ありがとうございますって言って座って、子供と親子が隣に座れた瞬間、なんか嬉しい。なんかそれを自分がするのも好きやし、なんか見てるのも好き。しゃって思う。なんか勝手な自分なりやから、些細な幸せです。はい、あと、まあ、あとも多分みんなもあると思うけど、おじいちゃんとおばあちゃんとかに席を譲って、素直になんかこう、ありがとうって座るんじゃなくて、もういいのにとか言って、いやもういいんです、座ってくださいっていう会話が、あ、ハート4っていうの忘れた、ハート4。はい、おじいさんとかおばあさんにこう、そういう話をして、どうぞ、いやもういいの、若い子が座ってたらいいのよ、いやいやもうそんなん、もう座ってください、全然いいですよっていう会話が、なんか些細な幸せ
わからんかもしれへんけどさ、なんかそういう会話をしてるのが楽しい。なんかそれ、なんかな、おばあちゃんのおばあちゃんの種類でもさ、こう皮ってこう譲ろうとしたらさ、えんそのあんみたいな、あとげな感じの人とかじゃなくて、ありがとうみたいな感じが好き。はい、じゃあパート5、電車で思う、電車で思う些細な幸せパート5は、青が例えば先頭に並んでるとするやん、電車乗るのにな、先頭に並んでて、で後ろにもいっぱい並んでるとするやん。大体大阪人だけかは分かんけど、どこもおかしくもないと思うけど、みんなせっかちやん、あ乗るぞみたいな、なんかそういうのが嫌で、でなんかこう開いた瞬間に全員がちゃんと出てできて、自分がその一番前やから自分から入る瞬間が好き。来たって思う、なんか勝ち取ったっていうか嬉しい、あの瞬間は嬉しい。これが青の些細な幸せ。まあめっちゃ幸せとか言ったらさ、まあ、言ったら電車全然乗ってない、なんか一人で座ったらもう最高みたいなやけど、なんかちょっとした些細のホッとする幸せでした。え、皆さんは電車で思う幸せはありますか？ぜひコメント欄にみんなが思う些細な幸せを書いてみてください。まあ、雨の日この曇ってる中、誰かがハートとか書いてるちっちゃい子を見ると些細な幸せを感じるとかでもいいし、なんかそんなことぜひ。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたね。